大倉工事は、日本の実業家、三菱造船代表取締役社長、三菱重工船舶海洋代表取締役社長、三菱航空機取締役、三菱鉱石輸送取締役等も務めた。鹿児島県鹿児島市出身、鹿児島県立鹿児島中央高等学校を経て、1980年に一橋大学小学部を卒業し、 三菱重工業に入社。科学プラント部門を歩み、海外での大型プロジェクトファイナンス等を担当した。三菱重工業経理部次長、経理部長、航空宇宙事業本部長代理等を務めた。その後、三菱重工業執行役員インダストリー社会基盤ドメイン船舶、海洋事業部長兼プロジェクト室長に就任し、商船事業等を統括。 意思決定迅速化のため造船事業を行う三菱重工船舶海洋の代表取締役社長も兼務した。三菱航空機取締役、三菱鉱石輸送取締役、日本船舶輸出組合理事等も兼務。2018年に三菱重工業の造船事業を分社化して設立された三菱造船の初代代表取締役社長に就任。 三菱重工業執行役員兼務、今治造船などとの協業を進め、造船事業の立て直しにあたる。また、就任前に開いた会見では、新会社売却等の再編の予定はないとした。ABC、三菱重工、造船新会社社長に、大倉氏前、日新分2017年11月2日に10時51分 鹿児島県立鹿児島中央高等学校同窓会2018年9月3日世界最高水準技術の長崎中手造船を目指す日韓工業新聞2015年10月21日新相談面助水会寄付講義キャリアゼミ総合重工業一橋大学出席者名簿経済産業所役員人事の県三木市重工業三菱重船舶海洋新社長に 大倉市、サンキビーズ2016.12、28こっち、三菱重工船舶海洋社長に、大倉市、日本経済新聞2016年12月27日22時5分、三菱航空機、新社長に、三菱重工業防衛、中ドメイン庁の水谷久和氏トラベルウォッチに2017年2月2日、役員一覧、三菱鉱石輸送、 役員日本船舶輸出組合、三菱重工の商船事業、ダイヤカ事からのリストラ完了で囁かれる次の再編、ダイヤモンドオンライン2017年12月17日、三菱造船新社長が会見、長崎文化放送2017年12月8日、苦境の造船、生き残り模索イコール三菱重は、創業分社総合重工系、再編も、 西谷時事通信2017年12月9日 -15、43。ありがとうございます。